普通に行ってたとしてもあまりなんかこう仲良くなりたくっても自分を出せへんし、悩むって感じやろうから、会わずになんかこう家で好きなことやってたりとか、別に引きこもってるわけじゃないから外に出たい時は出てるし、カウンセリング終わった後とかもご飯食べに行こうってなったらみんな食べに行ったりとかもするし、家の中だけじゃなくってやりたいことはやるし、行きたい場所には行くし、なんかこう人の目を気にするっていうことがなくなって、より自由にできることが増えたし、言いたいことも言えるようになったし、言い方は悪いけどある意味学校に行ってなくてできたことっていっぱいあったから、今は行ってない方が楽しいなって思うようになったし、行っても楽しいって思う要素がなかったりするし、お姉ちゃんたちと年が離れてるっていうのもあって、みんなと考えが違うから、こっちは伝わってると思って言ってても向こうに伝わってなくって、うんってなる時も多かったから、なんかこう学校に行ってもなんかこう自分の言いたいことは言えてるしって思うけど、でもなんかこう素の家の中のなんかこうお姉ちゃんたちとおるような素の感じが出せてなくって、出したいとも思わんけど、でもなんかこう言いたいこと言えずに溜め込んでいく一方って感じでやったから、今はお姉ちゃんとも普通に仲良くできてるし、喧嘩することも減ったし、学校に行ってなくってお姉ちゃんと会う時間が多かったりするから、今までは学校に行ってない方が不安で、家にいる方がなんかこう気分が沈むとかって時もあったけど、今はもう真逆で行ってない方がずっと自分上がってるし、やりたいことできてるし、お母さんの仕事場について行って仕事手伝ったりとか、そういう風なのも楽しいって思うからやってるし、嫌なことは嫌って言えるようになったし、やらないっていう考えになったから、ずっと好きなことやってるし言えるし、心がすごい軽くなるから、悩みがあってもちょっとしたらすぐその悩みが消えて、それも自分の好きなことやってるからそっちで書き消されて毎日楽しいっていう、学校に行ってなくても毎日ずっと楽しいって思うし、何もしてなくてダラダラしてても一日潰したじゃないけど無駄にしたっていうふうにも別に思わへんし、どんなことしてても毎日楽しいって思うことが増えたから、学校に行ってなくて正解というか、やりたいことやってて正解っていうふうに思うようになった。最近会った子たちってどこで出会うの？はもうずっと1学期の入学式終わってちょっととしてからは、買い物に行ってた時に小学校の同級生の男の子と出会ったくらいで、もうそれ以外は学校のことは一回も会ってないし、最近知り合った友達と遊んでるが楽しいっていうか、は最近は先週の土曜日に、前から言ってて行きたかったあの、なんて言ったらいいんやろ、お母さんの取引先の、奥さんの娘さんがカウンセリングをやってて、でずっと行きたい行きたいって言ってたけどなかなか行けてなくって、でこの間先週行った時に初めて会って、でその人が月に
2回3回しかこっちに来られへん人で、でなんか話してて思ったのは、ものすごい美人な人で、でこう昔はそういう美容なことにすごい興味があって、話が合うし、それがすごい楽しくって、それが一番最近あって、新しく知り合って楽しい、この人とかもっと会って話したいって思う人が一人できて、なんかこう話してて飽きひんし、心の底から楽しいとかもっと話したいとか、なんかこう時間が早くすごい過ぎていって、中学校の先生の時は話してても楽しいっていうのがあんまなかったから、時間が全然進まへんというか、ゆっくりゆっくり過ぎて、カウンセリングの時間がすごい長く感じてたけど、その人と会って話してみたら、時間がすごい早く過ぎることに気づいて。